にちは、たくみです。本日は Supreme US Week 8挑戦していきたいと思います。今週の人気の商品はやっぱりナイキか、あのそのパッチワークのスウェットになると思うんですけど、僕はあのポリタンク5リットルのジェリー缶ワビオンっていうブランドなのかなに挑戦していきたいと思います。できればあの商品自体どんなものかまだあんま分かってないんですけど、多分外のアメリカなんでね、芝刈り用のガソリン入れになるのかな。ねえ、他に気になる商品としては、まあ今回はゲットしないんけど、シュプリームのパンツ、なんかクオリティとかサイズ感とか僕全然知らないんで挑戦はしないんですけどね、ちょっと欲しいなって今シーズンになって思い始めました。今回のチャレンジなんですけど、いろいろコメントもいただいており、シュプリームのリンク、シュプリームニューヨーク .com/shop/all/accessory っていうと、これをコピペして、11時ちょうどにペーストして、なんか直で、ショップオールみたいにクリックせずに、もう直リンクで、そっちに最短で、たどり着けるようにしたいと思っております。正直聞くかどうか分かんないんですけど、まあそんなポリタンクってあのそんなめちゃくちゃ欲しい商品でもないので、こういうテストとかにはいいかなと思います。はい、残り15秒です。 URL にペーストしていくっていう感じですね。58、はい、11時来ないな、来た、どうでしょう。商品自体180ドル、送料10ドル、合計金額130ドルになっております。日本ってこれ2万円ぐらいするのかな、もしかしたら高そう。よし、プロセッシング OK、 楽勝。いやでもこの商品自体がまあ、遅くなってる。ナイキじゃなかったから入手しやすかったのかも。ちょっと残り商品をチェックしていきましょう。楽勝だったね。最短で。なんか全然、サイトがもたつくこともなく、チェックアウトできたかなと思います。いいんだろうか、直リンクの方が。全然、ナイキのせいか。読み込まないっすね。な、残ってるっぽいな。白色がないのか。エアマックスプラス。もうあとは最初言ってたあのカラーブロックド。モンドリアンみたいなジャケットももうすでに238ドル、ソールドアウトっぽいっすね。あと日本の人の参考になるかどうかわかんないんですけど、ビューオールで、一応順番ちょっとゆっくり探していくと、今週の商品こんな感じになってますね。まああとこれパイプのスケート機、これも確実に人気商品だったでしょう。あとはワールドフェイムス、これがまだ買えるかな。これは普通にかっこいいシュプリームのクラシックのロゴ。あとはいつかは S ロゴのなんかキャップも欲しいですね。1個持ってないんで、持ってるか、うん、ニューエラーは持ってるんですけど、あの曲がったとかファイブパネルとか、なんかシュプリームのクラシックって呼ばれるもののハットは持ってないんで、オール中に言うか。遅いな。
あとはこのナイキのエアマックスキャップも残ってるっぽい。気になってたカーブパンツ、いつかはね。シュプリームのショップに行ってみたいですね、ニューヨークで実際に。まあ、そんな余裕もないっていうのがシュプリームなんですけど、OK、よし。では本日の動画はこのところで終わりたいと思います。今回は直リンクを初めて試したんですけどね、あっさりと、まあ、商品の成果があったっていうのが大きいと思うんですけど、あまり人気がなかったからね、多分ポリタンクを、まあ、ゲットできてひとまず安心しております。次の動画は、こっちではまだエアジョーダン4のユニオンが発売されていないので、それのスニーカーズのチャレンジになるかなと思います。短い動画でしたが、ご視聴いただきありがとうございました。Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video.